信用金庫、信用金庫、信用金庫、英語、信金バンクは、日本における預貯金取扱金融機関の一、形態。信用金庫法によって設立された法人で、略称は信金。信用金庫は1951年、昭和26年6月に制定された、信用金庫法に基づく会員の出資による営利を、 目的としない共同組織の地域金融機関である。営業地域が一定の地域に限定された中小企業並びに個人のための専門金融機関。大企業や営業地域外の企業、個人には融資ができないという制限があるが、これは地域で集めた資金を地域の中小企業と個人に還元することにより、地域社会の発展に寄与するという信用金庫の 目的のためである。現在全体で100兆円を超える資金を運用し、地元の中小企業を中心に60兆円強の資金を融資するなど、地域経済社会に確固たる地位を築いている。2018年、平成30年3月31日現在、全国に261の信用金庫が存在する。諸外国における共同組織による地域金融機関は、 イギリスのクレジットユニオン、ビルディングソサイティ、ドイツのクレジットゲノス戦ャフト、アメリカのクレジットユニオン、ミューチャルスリフなどが有名であり、いずれも中小企業や庶民の生活に密着した経営を展開し、各国の金融の分野で大きな役割を果たしている。こうした共同組織はコミュニティの形成による相互扶助や福祉、育成、発展を基本としており、 その意味からコミュニティバンクとも呼ばれる。共同組合運動は19世紀に英国の実業家であるロバート・オーエンが働く者の生活安定を考えて工場内に購買部などを設けた理想工場をスコットランドのニューラナークに設立したことにかのぼる。その思想を受け継ぎ、マンチェスター郊外のロッチデールにおいて働く人々が出資して、 商品を安く購買できる自分たちの企業を作ったのがロッチデール先駆者共同組合であり、これが世界で最初の共同組合である。株式会社と異なり、出資額に関わらず、一人一票の平等の権利を有するという民主的な運営を行うなど、株式会社の弊害を是正するための共同組合原則、いわゆるロッチデール原則を確立し、これが 現在の共同組合の原理となっている。また、同時期に働く者の相互扶助のために、英国各地に設立された、フレンドリーソサイティ、友愛組合もこうした共同組合のルーツであると言われる。ちなみに、フリードリヒ・ヒエンゲルスは、空想から科学への中で、空想的社会主義者として、ロバート応援を高く評価しており、理想社会においては、 生産手段が社会化されるというエンゲルスの考えは、共同組合運動から借りたものである。レーニンも、共同組合運動を理想としており、フランス革命当時の思想家である、ピエール・ジョゼフ・プルードンも、人民銀行という名称の会員制の総合、信用金庫を創立した。日本は、資本主義による急速な産業化を進めたが、その中で、株式組織の銀行は、 地方で集めた資金を都市部の大企業や土地陶器に集中的に運用したため、地域の中小霊再企業や庶民は自分たちの預けた資金を利用できず、地域社会は疲弊衰退、貧富の差が拡大し、社会の混乱が生じた。明治政府は、こうした資本主義の弊害を是正するためには、資本の原理による株式会社の銀行ではなく、ドイツの信用組合を見習って、 営業地域や融資対象を限定し、一人一票の民主的な運営原理による共同組織の金融機関を創設することこそ、中産階級の育成と庶民の生活安定のために必要であると考え、内務大臣の品川矢次郎や平田東介が中心となって、1900年、明治33年に産業組合法を制定した。これに基づき、ドイツの法律家、 ヘルマン・シュルツイコールでエイリーチュの考案した信用組合を手本に全国各地の地主や有力者が中心となって信用組合を設立したのが信用金庫の前身である。これと同時期に南ドイツの行政家フリードリ・ヒビル・ヘルム・ライファイゼンの考案したライファイゼン式信用組合が日本でも設立され、これが農業共同組合の信用事業の前身であり、両者は 同じ産業組合の理念を共有する仲間であり、協力関係にあった。当時の産業組合の歌、西条上十4には、農林漁業や商工業という産業の枠を超えて、共存道、栄という理想のもとに集まり、相互扶助によって、時代の荒波を乗り越え、愛の力で理想郷を築こう、という趣旨が歌われており、関係者は、社会運動として、 理想と情熱を持って取り組んでいたことが伺える。二戸ベ・イナや宮沢賢治など、当時一流の知識人が、この産業組合運動に尽力したことは広く知られている。産業組合の事業分野としては、信用、販売、購買、利用の4つの事業を行った。これが、現在の農業共同組合、信用金庫、生活共同組合などに機能分化した。 一方、日本においても、幕末の社会運動家である、二宮尊徳が、金券貯蓄と、相互扶助を目的とした、法徳思想、法徳者運動を起こし、これを全国に広めたが、これが、日本における、信用金庫などの共同組合運動の思想的な、ルーツの一つであると言われる。自助論の著者イギリスのサミュエル・スマイルズ、アメリカのベンジャミン・フランクリンと同の日本独自の、 共同組織運動として、明治の産業組合運動に大きな影響を与えていると言われている。日本最古の信用金庫、掛川信用金庫は、二宮尊徳の弟子である、岡田良一郎によって設立された。また、江戸時代後期の農政学者、農民指導者である、大原雄学が作った、世界最古の農業共同組合である、先祖株組合も、 共同組合運動のルーツであると言われる。都市の中小商工業者を対象とした信用組合のために1917年、大正6年に産業組合法が一部改正された。さらに1943年、昭和18年には単独法である市街地信用組合法が制定された。終戦後、GHQ の占領政策により中央集権から 地方文献への政策転換が進められ、旧市街地信用組合は、法律上中小企業等共同組合法に基づく、信用共同組合とされた。しかし、この信用共同組合は、経営者の兼業禁止規定もなく、監督官庁が、大倉省から、都道府県となり、都道府県への届け出だけで簡単に設立できるため、町役場の金融部門、 町の発展のための公共金融機関として発足した旧市街地信用組合とは経営理念、歴史、経営内容が異なる。生果や食肉など業種別の組合、食域組合、民族系組合などから派生した新しい信用共同組合が林立、それらと同一視されることが懸念された。このため旧市街地信用組合はそれらと一線を画すため、 1951年、昭和26年に、銀立法により、新たに大蔵省直轄の共同組織、金融機関制度で、あ、信用金庫を創設し、一斉に転換した。当時、無人会社が相互銀行、信託会社が信託銀行と、大半が銀行に名称変更したのに対し、当時の信用組合の関係者は、 儲け主義の銀行になり従たがたくないという強いプライドから信用銀行という案を拒否しそこで当時の船山小吉銀行局長から金は銀よりも上として政府機関だけしか使っていなかった金庫という名称を許され信用金庫という名称となった地域に密着した金融機関として定着してきた信用金庫であったが1990年 平成2年頃から信用金庫の合併が目立つようになった。さらに、金融ビッグバン以降は、元本が保証されない投資信託を取り扱う、信用金庫が増加した。ただし、一部の銀行のように派手な宣伝を行って、投資信託を売り込んでいるところは少ないほか、城南信用金庫のように経営方針の中で、投資信託は取り扱わないとする企業もあるという、側面もある。 信用金庫はその社会的使命、役割を明確にするため、業界として3つのビジョンを掲げている。預金業務は信用金庫法で認められており、決済機能については小切手法により銀行と同志される。従って、預金業務や決済業務では銀行と同等の業務内容と言える。全国の信用金庫で ATM の手数料を無料化する。 新金 ATM ゼロネットサービスを実施、詳細については、当該項目を参照のこと。株式会社形態を取る銀行との大きな相違点としては、信用金庫が共同組織という非営利組織形態の一種を取っていることがある。銀行における自己資本つまり株式に相当するものは、信用金庫の場合、会員、個人、または法人の出資金である。 営業区域内に居住地や勤務地のある個人、もしくは事業所のある法人などが信用金庫に対して出資金を払い込むことで、それに応じて出資証券が交付される。この点で会員となるには地域的な政権がある。信用金庫の出資証券は、新金中央金庫の優先出資証券を除いて、市場に公開されていないため、自家で売買することはできない。 その代わり、信用金庫の承認を得て譲渡するか、法定脱退、自由脱退という手続きが定められている。これら脱退の場合、出資に対応する持ち分が、信用金庫から払い戻される。経営状態が悪化して原資などの措置が取られていない、限り、出資額相当が払い戻される。また、出資証券を持つ、会員、出資者に対しては、 出資口数に応じて配当が支払われる。出資証券は、出資額の高に関わらず一人一票の平等な議決権を行使するロッチデール原則による出資形態である。なぜならば、一部の資本家によって、企業の買い占めや支配が可能という資本主の論理に従わず、会員相互の相互扶助を目的に、民主的で平等な組織運営を行うためである。 出資できる会員資格も特定地域の中小企業や一般個人に限定されている。また、融資先にも制限がある。具体的には、信用金庫の所在する地域の会員中小企業、従業員数300人以下、あるいは資本金9億円以下が対象となる。ここで、融資を受けるためには、会員、出資者になることが必要とされている。 このような制限があるために企業が大きく成長した場合には信用金庫からの融資を受けられなくなってしまうことが起きる。このような企業は俗に卒業生と呼ばれる。卒業生に対してはその後も一定期間に限り融資を継続できる卒業生金融という制度がある。中には会員資格の資本金上限9億円のさらなる拡大や卒業生金融の長期化。 高級化を求める声もある。しかし、こうした制度的制約は、地域の中小企業や個人に対する安定した資金供給を通じ地域社会の発展に貢献するという独自な役割発揮を社会から期待されているために定められたわけであり、それを薄めるような安易な拡大主義の考え方は、信用金庫本来の思想性、使命を薄めるものであるので、制度的制約を緩和し、 銀行並みの業務拡大を目指す新金は銀行へ転換すべきという考えもある。毎日新聞2008年、平成20年1月31日。なお現在は金融庁の監督下で、銀行同様に大口融資については政令によって別途定められた制限、銀行法第13条大口信用供与の制限に準じるを受けている。ある県内の信用金庫では、 同一人に対しては貸し出しできる上限は、投信用金庫の自己資本額の20%以内、同一グループである場合には、投信用金庫の自己資本額の40%以内と公表している。金融業務以外の信用金庫固有の業務として、スポーツ振興くじ、サッカーくじ、トとの当然金の支払いを一部の店舗で行っている。銀行や、 信用組合との相違などの詳細は、外部リンク、社団法人全国信用金庫協会サイトを参照。2003年、平成15年7月7日より、セブン銀行、当時、IY バンク銀行と、コンビニ ATM による預け入れ引き出し提携を開始している。ただし、利用できるのは一部の信用金庫に限られているが、主にセブンイレブンが展開されている地域の、 各新金が提携しているが、未展開地域などに対しては参加している新金は少ない、利用可能な新金は次々と増加傾向にあり、2018年、平成22年1月1日現在、全261新金中258新金が提携に参加している。開始当初は、平日,日中と土曜日中では無料で利用できたが、諸事情により2005年、 平成17年4月1日からは、各新金の利用可能時間内の入出金については、一律の手数料がかかる、型乗り入れのため、信用金庫の ATM では、セブン銀行のキャッシュカードを利することはできない。2007年、平成19年5月14日からは、同行 ATM において、セブン銀行と、提携済みかつ、IC カード取り扱いの各信用金庫が、 発行されている IC キャッシュカードにおける IC チップによる引きにも対応した。民間金融機関としては初めて2006年平成18年1月23日より新銀行東京都の ATM 相互出金提携を始めた。ただし NTT データ統合スイッチングサービスに接続している信用金庫のみの対応になっており、一時は ほとんどの信用金庫と接続されていたが、解除した信用金庫もあるため、2010年、平成22年2月15日現在、全272新金中194新金が対応していた。なお、新銀行東京は2018年5月をもって8000台、銀行、東京都民銀行と合併式ラボシ銀行になり、解散した。2008年、 平成20年6月16日から、イオン銀行との ATM 相互出金提携を開始した。提携開始時点では260新金が提携し、2008年、平成20年12月15日に未提携の19、新金のうち16新金が提携した。残されただて、帯広、城南の3新金は2013年12月8日に、イオン銀行が、水保銀行と、 戦略的提携を結んだのに伴い相互出勤化になった。2016年1月より相互入金もかとなった。全国信用金庫協会からの発表はなかったが、東日本旅客鉄道、JR 東日本発表当時、2010年、平成22年2月1日付をもって、ビューカード事業、ビューアルテの運営が、JR 東日本から株式社ビューカードに、 継承が2009年、平成21年10月19日に、全国信用金庫協会と提携し、首都圏内の JR 駅内を中心に展開している ATM コーナー、ビューアルテにおいて、提携信用金庫、キャッシュカードによる出金提携を開始することになった。その提携の一環として、まずは2009年、平成21年10月26日に、 多摩信用金庫からサービスを開始し、ビューアルテにおいて、出勤や残高紹介のサービスが利用できるようになった、通常は要定量だが、サービス開始時より、期間限定、カードの種類によって、終了期間が異なるにて出勤手数料優遇が実施されている。また、2010年、平成22年4月12日には、埼玉県信用金庫と朝日信用金でも、 同 ATM 出勤提携に参加している。以降も提携信用金庫の拡大を続けており、2018年、平成22年1月1日現在、全261信金中227信金が提携に参加している。本節では、預金量が2兆円を上回る信用金庫を大手信金とする。括弧内は2018年3月末の預金残高。 および、貸出金残高。金融自由化の進展に伴い、経営基盤の強化を目的とした合併や、経営難に陥った、信用金庫の破綻等により、全国の信用金庫数は1991年3月末の454から2011年3月末の271へと20年間で183金庫の件を見た。2000年代以降、 信用金庫同士あるいは、他業態、主に信用共同組合と、新金との合併が増加する傾向にある。なお、2017年3月末現在、長崎県、沖縄県の2県では、県内に本店を有する信用金庫が1金庫のみの、県内1新金となっている。また、青森県、秋田県、茨城県、山梨県、和歌山県、香川県、徳島県、 高知県の8県では、同様に県内に本店を有する信用金庫が2、新金であり、今後も合併に伴い県内広域を基盤とした信用金庫は増加すると見られる。法的には、金融機関の合併及び転換に関する法律に、信用金庫から銀行への転換や、逆に銀行から信用金庫への転換、各業態との合併に関わる手続きなどが規定されている。 なお2018年3月現在、信用金庫から銀行に転換した事例は、経営破綻による既存銀行への営業譲渡を除くと、1991年、平成3年4月の8000台信用金庫が、普通銀行へ転換し8000台銀行となった一のみである。八千代銀行は2018年、平成30年5月1日、東京都民銀行。 新銀行東京と合併式ラボシ銀行に変更した。社団法人全国信用金庫協会の提供、スポンサー表示は信用金庫。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。